やってまいりました。モコモルタイム。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日も髪切ってくれてるんで。はい、今日も髪切ります。今日はなんか珍しくパーマをかけたいということで。はい、そうなんです。あれですよね、寝癖が爆発するからみたいな。はい、いや、そうなんですよ。もうなんか寝起きで外に出たいんですけど、はい、やっぱ爆発して盛り上がって、はい、超変な髪の毛になってるんで、なんか髪の毛で、はい、なんか崖みたいになってきちゃって崖崖になっちゃう。崖になっちゃう。で、なんか、はい、そんなにね、はい、こう出てて、はい、ここね、まあ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 、確かに、まあ、かっこよくはないですよね。うん、聞くやろ、当然と。ボンサンガンみたいな、めちゃくちゃかっこいい人がみたいなさ、いやいやいや、なんかもう、ボンサンガンが寝そうにやるみたいな、もう近づいてないやん。まあでも、寝起き感はやっぱ分かれる、分かる、分かりますね。だからもう、それでそれだけでもっちゃう。なるほど。パーマって結構、やっぱボリュームを出すやつなんで、うん、あ、ボリューミーだったよな。そうなんですよね。寝癖プラスパーマって多分、どえれいことになるんですよ。そうなんですよ。なんで、なるべくこうボリュームが出ないとか、縦に落ちるスパイラル。はいはい、縦に落ちる、なんか縦に落ちる変化球みたいな。ああ、フォークとか、フォークとかじゃない。ボリューム出る、こういうワンカールのボリューム出るやつじゃなくて、下に向かって。下に向かってカールしてくる。カールしてくる。あ、そんなのがあるんだ。はい、それをやろうと思います。でなんかまあちょっと最近の流行りも取り入れつつ、まあ、最近っていうかまあいいな、うん、ちょっとこう横揺れも、はいはいはい、でそう、それなら朝なんかもう寝起きで出るっていうのはちょっと難しいんですけど、朝こんな感じで濡らすじゃないですか。でタオルでガーッ拭くじゃないですか。でオイルで散布しとってこうやって振って下ろすじゃないですか。で終わりです。何それ超便利。ガーッてつむじからね、こうしたらガーッて振り下ろして、振り下ろしたらおしまい。それでそれ一番いいじゃないですか。それでいきましょう。お願いします。はい、で結構ね、はい、パーマは久しぶりな気がするんです。あ、マジか。だってパーマはあれですよ、オーシャンの時以来なんで。あ、そっかそっかそっか。あ、だって僕でやるのは2回目じゃないですか。そうやな、2年、2、3年ぶりぐらいですよ、パーマ。ちょっとアンプリかけてもらったもんね。そうなんですね。意外とこう継続しちゃった。パーマってなんか本当に1週間とかでなくなっちゃうんだったら、なんかもうほぼ半永久にね、その状態になってたから、すごいなって。パーマはでも種類にもよるんですけど、残るパーマは残るっすね。今日かけるパーマも割とこう長持ちするパーマと、ね、長持ちパーマ、長持ちパーマ、それは楽しみだ。まあ、その分デメリットもあるんですけど、持ちがいいっていうのはつまりかかりが強いってことなんで、やっぱダメージは多少してしまうと。ダメージが、ダメージはそのワンカールとかに比べたらやっぱ強いです。強いんですか。はい、なんでその分はやっぱりトリートメントとかで、はい、あの保護していただいて、まあ、今日最後やるんでね、はい、そしたらあのダメージも少なくかけれるし、はい、うん、あのパーマの持ちもね、はい、良くなるんで、ね、それでいきます。なるほど、パーマボールとかね。はい、パーマボール、パーマボール。野球の話は自重しますって言うてすぐにパーマボールからあの朝を通しとかね、壊しとか。マジで野球わかんなくて、僕は最近はもう、はい、大谷翔平さんがすごいっていうのしか知らないです。大谷最近その投手としても10勝上げて、ベーブ・ルース以来の10勝10本目だったのメジャーで。すごいっすよね。もう100何年ぶりの偉業快挙ですから。それはもうなんか日本人としてっていうよりはなんか普通に野球のその全体の基礎、いやもうなんかでもすごい基礎ってことするよね。もうめちゃくちゃすごい。100何年以来の偉業って、もうメジャーもうその世界を超えて、もうそんなやつが現れるかっていう。すごいっすね。漫画の主人公よりもすごいのしてるんですよ、僕は。マジで漫画の主人公ですよね。メジャーとかで語られてるなんかシートキャラみたいな、シゲム・ゴロとか佐藤トシとか面白いことやってるから。あれよりすごいですか。あれよりすごいです。やばいっすね。そんなのバケモンで。最近僕またよく格闘技とかもちょっと見てますけど、格闘技実はもうなんか階級めちゃくちゃ制覇いってるみたいな感じなんですかね。すごい。あ、もうそうやな。いや、もう最近制覇いきながらプロゲーマーやってるみたいな。それ合ってるんですか。そんな、ちょっと微妙にずれてるかもしれない。それはちょっとずれてる気がする。そういうあ、そういうね、それに近しので、だからあれですよね、格闘技で言ったら、はい、その立ってよし、寝てよしの、打撃も強くて寝技も強いってことですよね。そんな感じやろな、はい、
ボールさん自身は格闘技やるんだ。いや、僕は全然ダメですよ。なんかね、空手とかうまそうだね。いや、まあ一応空手やってたんですけど、そう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 、僕はなんか極真空手じゃなくて、型とかこう見せるこうがメインの空手やってたんですね。あの和道会っていう、はいはい、まあ一応流派があるんですけど、そこでやってて、極真とはちょっと違う、極真空手ってこれやろ、どっちもそうですよ。あれどっちもか、空手は全部これ。どっちもこれですけど。なんか昔漫画で読んでる極真空手を極めたやつが、ハンドバッグを下でこう引き刻んでる。バッグじゃないんですか。違う。バッグじゃないんですか。コロコロコミック。コロコロコミック。そう、小学生が読むあれ。でやってて、しかもそれで一殺してんの。いや、バッキーじゃないですか。え、バッキーなのかな。何だったのあれ。バッキーじゃないですか。でもすごい漫画あってんすよ、昔。ずっと知らん。K-1 ダイナマイトっていう漫画知らん。すごいですね、なんかいろいろ混ざってます。そうそうそう、K-1 ダイナマイトって、アンディ・フグ先生とかが当時ね、なんかまだ生きてる時代に書いてたもので、連載中に亡くなったのかな、確か。多分2000年初期の頃じゃないですか。あ、そうその時、その時ね。だってダイナマイトとかやってたのってそのぐらいですよ、ね、そうダイナマイトって音があるんだよ、音があるんだ。あ、なんかそういう、だからあったんですよ。あ、格闘技の、格闘技の、そう、あの K-1 みたいな、 K-1 ライジンとか K-1 とかのやつの、もっと昔ヒーローズとか、はい、そうめっちゃ詳しいよ、昔あったんですよ。あ、それでか。その時代の時結構好きでしたね。あ、そうなんだ。テコンドーとかさ、ムエタイとかいろいろ出てきて、うん、その時代でキックボクシングが最強で、キックボクシングのなんか悪い組織みたいなやつらが、その必殺技の危険台に人間を殺しまくる。めちゃくちゃじゃないですか。それコロコロコミックやつ。コロコロコミック、そう、ちょっと病んでたんですか。そうやろ、そう、病んでる。しかも最終的になんか最後までやってきたのさ、気のエネルギーで敵を倒すみたいなやつ。ドラゴンボールじゃないですか。ドラゴンボールみたいな。大丈夫ですか、コロコロ。めちゃくちゃやってた。なんかサップ君でしたっけ、ボブサップのなんか漫画とかもありましたよ。あった。そう、そのぐらいからちょうど読まなくなったから、俺でもギリ読んでたわ、ボブサップ君で。ありましたよね。あった。ドラベースとかは面白かったですけどね。ドラベースめっちゃハマってた。野球で言ったら、あれはめちゃくちゃ面白かったですね。あれクソだったね。この白エモンと黒エモン。はい。俺ドラベース好きすぎて、去年ドラベースのゲーム実況したもん。あ、そうなんですか。そう、なんかめちゃくちゃ古いやつ。ゲームあるんだ。ゲームがあるんですか。アニメはアニメ。あ、アニメの話。アニメはどうなんですか。アニメ10月から暑いっすよ。何が暑いっす。いや、もう本当にスパイファミリーもやるし。スパイファミリーの2期来るの。え、2期来るの。スパイファミリー2期来ますよ。マジで、もう来るの。4月にやったらあったよ。最終回だけ見てへんねんけど、ちゃんと同じ反応してくれる。あとブリーチとか見られますから。あ、ブリーチアニメ化するんだよ。そうっすよ、千年決闘編、もうキャラクターボイスも数人決まってますからね、発表されてて。発表されてんねや。楽しみっすね。いいね、ブリーチ。あとあれっすね、ヒロアカの続きとか。あ、ヒロアカ、ヒロアカって今何期になるの。6期とか。いや、5期とかじゃないですか、次が多分。すごい、なんか長続きしてるような。長いっすよ、でも面白いっすよ。おもろいんや、ヒロアカ。はい。チェーンソーマンは、チェーンソーマン、チェーンソーマンもですよ。もう10月も。10月も。あ、そうなんや。10月もマジやばいっすよ。それはやばい、確かに。あと転生したら剣でしたとか、その辺もやったら。ああ、異世界系か。異世界系も、ナロー系もいっぱい出ますし。ナロー系ね。まあ多分結構熱いよね、10月も。いや、ビジョンフロアに。はい。というわけで終わったんで、ありがとうございます。パーマをあげますか。はい、お願いします。はい。じゃあちょっとパーマは勝つわいい。はい、では、終わりました。うん、これまだ目開けてないから、どんな感じになったか分かんないです。なになに、そのリアクションない、イミシンだ。あー、だからか。めちゃくちゃいい。いい感じ。あ、マジで。あんまりこう強すぎない感じ、緩めって言ってたんで、うん、ちょっとね、緩くかけたんですけど。緩くかけた、はいはいはい。マジちょうどいいっす。マジですか。なんかでも、はい、俺が座られた時の感触がこうふわっとしてる。ふわっと、そうっすね、うん、めっちゃふわっとしてます。見ていいの。あ、どうぞ、見てください。うわ、すげえ。え、なんかモルサの髪の毛なの。あ、ちょっと似てるんですね。僕パーマかけてるんで。あ、そうなの。はい、何もしなくてもこれぐらい。ちょっとモルサじゃん、これ。ふわふわっと朝頭を濡らせば、ちょっとセットっぽくなる。おー、いいわ。はい、
というわけで、まあ、ちょっとあれしましょう。そしたら次はあ、こういうのでもいいんですけど、今日はちょっと美容室帰りっていう感じにしたいんで、うん、N ドットのナチュラルパンクね。コムドットじゃないです、うん、YouTuber じゃないんで、N ドットっす、これあの探偵なんでグループじゃないんで、はい、でバターみたいな、そうですね、バターみたいな感じの、だからこれをこう伸ばすと、うん、こうやって感じ、しかもなんかいいね、柑橘系のいい匂いするの、あ、そうなんです、ちょっと、うん、なんかレモンみたいな、うん、レモンみたいなみたいな感じで、これはリップクリームの髪の毛版みたいな、そう、保湿みたいな感じですね、はいはいはい、でも、そうです、そうです、ワックスみたいに動かす力もあるんで、うん、動かす力持ってるの、はい、もう固形化したオイルなんで、すげーな、可能性を秘めてるの、可能性を秘めまくってます、これをこう全体にガーッて、あー、すごいすごいすごい、あ、こんなの俺でもなんか何度かできそう、なんか適当につけてもらえれば、わしゃわしゃってやればいいの、そうですね、あとつむじから、うん、こう下ろす感じですね、はいはい、つむじからね、こういう感じで下ろしてもらえれば、はい、つむじからこうしてみます、これでもう終わりなんで、本当だ、もう、まあ、あのいつものこうアイロンでやったセットをしたりとか、そうなんですよ、もう一瞬で終わります、これあの緩めのツイスパってやつ、ツイスパってやつ、ツイストスパイラル、今ラルやっぱオーダー一番多い、うんうん、どうですか、めっちゃいいっすわ、うん、ね、いつものセットみたいな感じで、うん、もう一瞬でなるんで、一瞬でなってる、いつもアイロン使って10分ぐらいやるじゃないですか、こんな感じになってるね、これもう一瞬で終わるんで、めちゃめちゃいいじゃないですか、めちゃめちゃいいっす、でポイントは結構緩めにかけてるんで、うん、パーマ自体も結構早く終わったじゃないですか、終わった、終わった、うん、割と早くかかるっていうのと、うん、自然な感じになるんで、うん、セットをしてても知ってなくてもいい感じ、うん、いいわこれ、はい、ありがとう、ありがとうございます、やった、はい、というわけで、あ、今回は、はい、久しぶりのパーマですね、2、3年ぶりくらいですね、2、3年ぶりかけてもらいました、はい、パーマ、前のブリーチ、なくなりましたからね、いや、もう完全に、なんか、何、髪の毛の色落ちたわ、そう、なんか、何回かそのモノさんに黒染めやっぱしてって言うかもしれんけど、結局ね、結局、黒染めせずに自然消滅というか、自然に全部、ちょっと切り落とすまで、いやー、良かったっす、ありがとうございます、これなんかモコスパっていう名前にしときましょう、モコスパね、はい、オーダーするときもうこれモコスパなんで、これモルタに言ったらやってくれるんで、これでモコスパお願いします、モコスパで、はい、いや、ありがとうございました、またありがとう、みんなみんなもモコスパおすすめやで、ね